ね。今日の大トリだもん。みんな注目してるんだよ。あんたたち、次の大黒祭りはこれに負けないくらい派手にするわよ。見る前から闘志を燃やしてるの？悔しいけどニコに同意ね。うん、歴史を作るぞって地元の熱意をガンガン感じるもん。触発されてしまいますわね。ダイヤさんがそんな風に言うなんてちょっとびっくり。チカ、ダイヤってこう見えて闘志メラメラだからね。そうよ、隠すのが上手いだけなの。おお。変なことを言うのはやめてください。感じる、感じるわ。大地の波動、マグマのようにうねる灼熱の鼓動。よしこちゃんはいつも通りで安心するずら。それいい意味に受け取っていいの？あとヨハネだって言ってるでしょ。なんかね、リン、今日は虹学の勢いってすごいなって改めて思っちゃった。そうですね、虹学は新設の同好会とは思えない熱意でここまでやってきたのですから。あの子さ、ずっと前からミューズとアクアの合同ライブ中継を見てスクールアイドルに夢中になったって言ってくれてたよね。その思いでここまで来たのってすごいことなんじゃないかな。ずっと考えてたんだけど、やっぱすごいよ。ここまで虹学を引っ張ってくれるのもすごいし、そういう思いを渡すことができた私たちだってすごい。そう思わない？でね、私今日は虹学のみんなからまた新しい思いをもらえるような気がするの。これからもずっと走り続けていけちゃうような、未来へ続くチャレンジがしちゃえるような。私もそう思うよ、ほのかちゃん。まばたきするのが惜しいくらいなライブだよ、きっと。ライブを見た後の自分がどうなっちゃうか楽しみだね。私このライブを見たら灯籠流しに書いたお願い事叶っちゃうかも。なんて書いたの？ずっとスクールアイドルして輝きたい。ドキドキはしてるけどね。大丈夫ですか？うん、ドキドキしてるけど、今日は最高の笑顔で締めくくろうって決めてるの。全部含めて楽しんだもの勝ちよ、あゆむ。ミヤもね。僕は平気さ。もう観客の目は怖くない。僕の味方だって分かってるから。でもちょっと震えてるぞ。出番来るまでギューしたか？私もハグハグ。じゃあかなたちゃんもお邪魔しちゃおう。ほんと、本番直前だっていうのに緊張感ないわね。このメンバーであの子の歌を歌う、それなら最高のステージになるから余計な緊張はいらない。いやいや、かすみんはちょは緊張感あった方がいいと思いますけどね。だって歴史に残る最高のステージにしなきゃですから。歴史を作りたいとは思うけど、残るってのはどうかな、できるかな。少なくともお台場レインボーカーニバルが記念すべき第1回目のトリを飾ったグループとしてなら記録に残るのではないでしょうか。このお祭りが100年先も続いたら、
確実に名を刻んだことになりますね。燃えてきました。私、歴史に虹学の名を残したい。私も。じゃあみんな、最高の笑顔で私たちにしかできない最高のパフォーマンスをしましょう。こんばんは、私たち。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会です。今日、この場所でこの歌をあなたに届けることができてとっても嬉しい。今の私たちにできる最高のパフォーマンスをあなたに届けるね。あなたの心の中でずっとずっと輝き続ける思い出になりますように。輝き、トンフォーゲット。さすがランジが大好きな虹学のスクールアイドルよ。このお祭りはこれからもずっと続いていく手応えを感じたわ。はい、お台場の歴史の1ページに加えてもらえる気がします。絶対加わりますよ。そしてこの始まりの1ページから続くページもできるはずです。そうだね、集まってくれたみんなの顔を見たら私もそう思えたよ。めちゃくちゃ楽しかったよね。これ一日で終わりにするなんてもったいなくない？明日もやっちゃいたいね。お台場レインボーカーニバルウィークにしちゃうのはどうでしょう？いいと思う。もっともっといろんなことがしたいよね。だったらライブトーナメントもできそうね。誰が一番お台場レインボーカーニバルを盛り上げられるかってやつですか。私、一番になりたい。ティナちゃんボード、うん。そういうことなら僕、リナにも負けないよ。私も負けない。一番はカスミンです。今日だってカスミンが一番可愛かったですよね、先輩。男女に決まってるわね。私じゃないかしら。私だって自信あります。ねえ、あなたの一番を教えて。